どうもこの動画ではですね、夢を叶えるためにはと、何かを成し遂げるためには、目標を達成するためには、どうしたらいいかということをお伝えしたいと思います。まずね、夢ってありますね。夢とかこう目標、夢とか目標、目標っていうのはありますよね。こう、あと何かを成し遂げたいものとかそういうものがあるとしますよね。っていうのはどうしたらいいかっていうのは、こういうものっていう目標とかいうのは、受け取るものなんですね。受け取るものなんですね。どういうことかと言いますとですね、例えばね、受け取るものっていうのは、何を受け取るかというと情報ですね。情報ですね。例えばね、車をこう運転してるじゃないですか。車を運転しててですね、車を運転しててこういろいろこうローソンとか、まあセブンイレブンとかね、こう通りますよね。セブンイレブンやったり銀行やったり、まあトヨタやったりとか、こうカーディーラーがこうあったりとか、いろいろこうあるんですけど、その情報全部を受け取ってたらね、もう大変なんですよね。脳パンクしちゃうんですよね。だからこう自分に必要なもんだけをこう自分のなりにこう受け取るように、必要なもんだけ受け取るようにするんですけども、でですね、受け取るものと、だからでその受け取るんですけど、例えばね、受け取るものなんですけど、情報なんですけども、例えばこう100万稼ぐ情報があるとするじゃないですか。100万稼ぐ情報で、100万稼ぐ情報があって、一人の人ね、A の人は何やこれ、うさんくさいなと、思って受け取りますね。で、 B の方は、あ、なるほど、そういうやり方があったんかと、こう、いうふうにこの100万稼ぐ情報を受け取るとするじゃないですか。だから A の人のその後の行動と B の人のその後の行動っていうのは、明らかに違いますよね。明らかに言う、その時のこの100万稼ぐっていうことを成し遂げるのに近づく人はっていうと B になりますよね。っていうことなんですよね。っていうことなんです。だからその情報をどう受け取るかによって、その成し遂げられるっていうのがこう変わってくるっていうことになります。そうですね、で、ほしたらどうやってこう目標を達成するかということなんですけども、まず、達成する人を A とします。達成しない人を B とします。ね。で、達成しない人、B の方はなぜ達成しないかというと、その教えてくれてる、その情報のね、情報を教えてくれてる先生が、先生が、正しくないというか間違っている。もともと間違ったことを先生が言っている情報をそのまま行動していると。そうすると、まずその達成することはできないですよね。あとはその情報ありますよね。情報が、間違っている。情報が間違っている。情報が間違ってたらこれは絶対達成しないですよ。例えばね、宝がね、この土地のここを掘ったら、宝が出てくると、まあ、ダイヤモンドが出てくるって言って掘っていって、でもその掘っていっても出てこないと。でそれは大体元々の情報が間違ってたら何も掘っても出てこないですよね。そうするとその宝を探すっていう、ダイヤモンドを探すっていうことはできないっていうことになるんですよね。で、これと反対にね、A の方は先生の言ってることが間違いないと。先生の言ってることが間違いない。間違いないことを言っている。そのことをそのまま、やると。で、情報が正しいね。情報が正しい。そうすると、その正しい情報をやっているっていうことは、その
情報にが正しいのでちゃんと達成することができると。じゃあ、次はこの A の人ね。 A の人、情報が正しいと、情報が正しいと、で情報が正しい、先生が間違いないのに、うまくいく人ね。ここからうまくいく人、うまくいくね、うまくいく人とうまくいかない人、うまくいく人とうまくいかない人がこういると。で、まずこのうまくいかない人っていうのはどういう人かというと、まずこれにも決まりますね。できない理由を探す、探す、できない理由を探す。どういうことかと言いますと、例えばね、100万稼ぐためには、セミナーをしてくださいと。100万稼ぐためにはセミナーをしてください。こう言われた時にですね、僕セミナーなんかできないですよとかね、そんな人の前で喋ることできないですよとか、こう、時間がないですよとか、そのみんなに発表することはないですよとか、こうできない理由ばっかりをこう探してしまう。こういう人はうまくいかない。情報が正しかったり、その先生が間違いないことを言ってても、うまくいかない人っていうのはできない理由を探してしまう。じゃあ反対にうまくいく人っていうのはどういう人かというと、これにも決まりました。わかりました、やります、わかりました、やりますって言ってそのまますぐ行動する人ですね。こういう人は、うまくいくと、夢を叶える、目標を達成する、何かを成し遂げる人っていうことになるんですね。もうやるしかないですよね。だからね、こうわかりました、やります。でだからまずは、情報を受け取るんですけど、その情報が、その師匠であったりする人がこう間違いない人であって、ほんで情報自体が正しいと、で情報が正しいっていうことが分かるようにして、そこから、すぐにやると、そのことに対してすぐに、言われたことをやったり、その情報をやったりをそのまま実践すると、そういうことをすることによって、夢を叶えたり、目標を達成したり、何かを成し遂げるということになると思います。では、今日の動画は、これぐらいにさせていただきます。どうもありがとうございました。